上級っていうかレベルの高いプロフェッショナルな女性のオーラのりっぺは怖かったよっていう感じ。はい、ワッツアップ、こんばんは。ノリチューブのお時間です。先日の動画でね、なぜかシンガーがホステスさんに見えてしまったっていう話をしたんですけれども、それを受けてね、まあもう一つ分かりやすいお話を、まあこれはニューヨークにいた頃に見た夢のお話なんですけども、補足っていうかそんな感じでお話ししたいと思います。まあそれはもうどれぐらい、10年とかぐらい経っちゃうんですかね、それぐらい経っちゃうと思うんですけども、10年前ぐらいでね、ニューヨークにも日本人のミュージシャンとかシンガーとかまあたくさんいました。まあ今もいると思いますけども、でね、そこである日知り合いのねシンガーのライブを見に行ったんですよね。でバックのミュージシャンって、まあ自分も知ってるっていうか、まあ世界の本当にトップクラスの、まあ世界的に有名なミュージシャンでした。で彼女がその音楽的にふさわしいのかどうか、まあそれはもちろんお金を払ったら雇ったりとか、まあ誰でもできるんですけども、まあでもどんなにそれをね、お金とか人脈でやっても、まあ音楽的にそれをふさわしくないものをふさわしくすることはできないので、まあその、だから音楽的にどれぐらいふさわしいか、まあここで言いませんけども、それご想像にお任せします。まあそれは音楽的な話なんですけども、その音と別で、ライブを見てるうちに、なんか、非常にね、不自然な違和感を強くね、感じてしまいました。で、バックのミュージシャンとね、それは絵的に混ざらない、混ざらないの話なんですよね。まあ、音を聞いてそう思うんじゃなくて、なんか雰囲気、その佇まいを見てそう感じてしまった自分に気がつきました。で、彼らは、バックのミュージシャンたちは もちろんとても誠実ですよね。やっぱトップのミュージシャン、本物のミュージシャンなんで当たり前にとても誠実だし、まあ正直な生き方して正直なアーティストのそのオーラがバリバリ出てる。まあ普通なんですけども、それ。バリバリ出てますよね。で彼女はとても美しい、まあ綺麗な格好をして姿勢もいいし、まあ美人だし、まあ全然いいのかも、いいはずっていうかね、見劣りしないはずだと思うんですけど、でもそれでも何か違うな、場違いなっていうか、まあそれでこれはまあ汚い言い方になってしまって申し訳ないけれども、なんか汚いっていうか不潔っていうか、そういう感じをね、まあお前に言われたくねえよっていう、まあ、ごもっともで、そこはおまんじて受け入れますけども、まあ、とにかくね、なんかおかしい、汚いなっていう感じを受けてしまったんですよね。すごく美しい姿してるのにですよ。で、その汚い本物のミュージシャン、そっちはまあ美しく見えるわけですけども、なんか本来ね、交わることがない人間、ここではまあ肌の色とかそういうんじゃなくて人種っていう、自分はそういう言葉のイメージ思いますけども、全く違う世界の違うグループに属する人が、同じところに存在してしまったっていう、その科学的に合わない、すごく弾き合ってしまうっていうんですかね。まあデザインとかでもあるのかなって、自分はまあ専門的なことは分かんないですけども、このデザインの中に絶対ないもの、専門家が見たら、あ、こんなものは絶対ここには存在しない、違う組み合わせだったらあるけども、ここにはありえないと、無理だっていう、そういうのもありますよね。なんかそんな感じとも似てるのかなと思いました。でもちろんまあミュージシャンだからある程度は自分もね、大した耳じゃないけど音楽的にそのいろいろ感じることあるけども、でもその音でなく、彼女が声を出してない時にむしろね、それを強く感じさせられたんですよね。歌ってない時、例えばインストルメンタルの状態になった時とかで、その雰囲気っていうのはね、先日話したホステスさんみたいなっていうより、さらにね、もっと上級っていうかレベルの高いプロフェッショナルな女性のオーラみたいなものにね、すごく似てるものをバリバリに感じてしまったんですよね。もちろんその先日のシンガーの人が実際にホステスさんをやってるわけじゃないね、そういう職業してないんだけども、勝手にそういう風に思わされてしまった。だから違うんだけど、とても似てるオーラってことですよね。で今回話してるその方はもっと本格的なプロフェッショナルなオーラ、まあそういう仕事をしてるわけじゃないんだろうけども、自分がそういう風に理屈なしに思わされるオーラをね、バリバリに出してたんですよね。でもちろんその彼女ふさわしいそのグループの中、ふさわしいバックグラウンドで見たら何も違和感感じないと思うんですよね。ただその彼らの前、彼らっていうのがすごいそれを際立たせちゃうわけじゃないですか。世界の最高峰のミュージシャン、まあそういう格闘家でもいいんですけど、まあそういうこの世の
ほんの一部の人たちが持ってる最高なその誠意とか正直さとか、いろいろ持ってる人たちが余計それを引き立たせちゃうんですよね。多分自分なんかが一緒にいても、うちそれは違和感がないのかもしれないですけども、余計それが際立たせるということですね。頭で考えるわけじゃなく自然にそう感じてしまったっていうことなんですけども、で、ある日ね、違うところで自分がなんかタイムズスクエアのあたりを歩いてたら、その方がね、まあやっぱりまた全然違う超有名な世界的に有名なサックス奏者と歩いてたんですよね。で、その凛としたドレスアップされた姿っていうのはね、まるでファーストレディかなって思うぐらい、まあそういうなんか貫禄っていうかありまして、やっぱりすごいとてもプロフェッショナルでね、ある意味その表情はすごい真剣、まあ仕事モードで凄みがあってね、思わず息を飲んでしまうっていう感じで、ちょっと離れたところで見つけたときに、普通だったら声かけるんだけど、声がかけれなかったですね。その、単純にその、ノリッペは怖かったよっていう感じ。何が怖いのかもわかんないんだけど、でも、もうとにかく怖かったですね。まあそんな感じでした。で、またね、別の時には自分がまあ、たまたまその方と仕事で一緒にいたとき、ちょっとカフェに入ってたんですよね。そうしたらそのカフェに、まあやっぱり、その歴史上のバンドにいた有名なミュージシャンがね、ブラッと入ってきたんですよ。だから自分はまあ、本当に、なんていうんですか、そういう世界の人だから、あ、なんとかだって自然につぶやいちゃったんですよね。そしたら、その時、また、その方が、ものすごいプロフェッショナルなモードの顔つきになって、真剣な怖い表情でした。え、ノリさん、彼は有名な方なんですか？なんか楽器やる方ですか？名前はなんていうんですか？しっかりインプットして覚えて、何回か聞き直してね。そしたら、写真撮らないといけません。話しかけてきますって言って、おーっと、まあ、こっちはあっけに撮られてたんですけども、何も知らない人のところに、そうやって、名前と、なんですか、経歴とかを覚えて、簡単なものを覚えていくわけですよね。こうして、ちょっと話してるうちに、今度僕のところに戻ってきて、のりさん、写真撮ってもらってもいいですか？すごい真剣に。まあ、怖かったんです。で、抵抗はありましたけども、で、写真を、撮る、まあ、お手伝いしました。で、その間、その、すごいミュージシャンは、ニコニコ笑ってね。でもね、心の中でね、自分はやっぱり心が痛かったですよね。だって知らない人に向かって、近づいて話しかけて、すごいね、ずっと私知ってました、好きでしたとか、まあ、そういうこと言ってんのかなって、あくまで想像ですけどね、それは、聞こえなかったんで。でも、すごくニコニコして、センキューみたいな感じなんで、多分、おそらくそういうことかなと思うんですけども、その彼が一緒に来て、写真を撮ってニコニコ笑ってる。でも、実際は、その、知りもしないいいことを言ってニコニコさせてる、まあその善意っていうかいい人の部分がバーッと見えて、横ですごくプロフェッショナルな凄みのある女性の姿見て、ある意味自分もその騙してる仲間みたいな感じの気持ちになっちゃって、すごく心は痛かったんですけども、まあそこでなんかやめようよとかそんなことを言う意味もないので、まあ心の中でね謝りながら写真を撮らせていただきました。で、たまたまかもしれないんですけども、やっぱり日本人、自分もそこそこ多くの日本人のミュージシャンとか、まあミュージシャンじゃない人も見てきて、まあ日本でもね、ニューヨークでも見て、やっぱりネームドロッピングっていうんですかね、日本人でやっぱり積極的で、まあ積極的なのはいいことですけども、そういう有名人に近づいてったり、そういう名前を使うの上手な人っていうのは圧倒的にね、やっぱり男性より女性の方が多いように見えました。まあそういう才能がある人が多いのかもしれないし、もう一つの理由は、まあ男性がね、可愛いからっていう理由で男性ミュージシャン。まあジャズだと、まあほぼ男性ミュージシャンばかりなので、もちろん男性が男性ミュージシャンから可愛がられる。可愛いね、君可愛いねってことはないので、優しくね、そういうことで扱われることはないので。でも女性だとやっぱり可愛いねとか綺麗だね。っていうこともあるので、ある意味まあ自然なことなのかなとも思いますけれども、まあそれでまあそういう女性も結構いっぱい見たので、先日のまあシンガーかホステスさんに見えた話をしてて、やっぱ思わずね、この夢の中で見た話を思い出してしまいました。やっぱりね、同じことになるんですけども、行動パターンとかが、やってることでその人のオーラっていうのがまあできたり、そのオーラっていうか行動パターンが違う、まあ違うグループの人がバーッと、同じフレームに入ってしまうと、やっぱりとてつもなく違和感をね、発してしまうんじゃないかなと。まあ別世界の人のね、オーラが出てしまうんじゃないかなと。
ものすごいプロフェッショナルな本物のミュージシャンの前に、なぜ違う世界のプロフェッショナルの女性がポッと一人立ってるんだろう、不思議だなっていう感じになってしまうわけですよね。まあこれ感じる人は感じるかもしれないし、感じない人は全く感じない、こいつは何を言ってんだっていうお話でしょうけれども、まあそんな夢の中のお話でした。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。